ただいまよりオープニングファイトディープバンタム級5分2ラウンドを行います。青コーナーリバーサルジム東京スタンドアウト山本アリーヒト。赤コーナーキバマーシャルアーツクラブ岩見レフリー橋本隆。スカイチケットプレゼンツディープ106インパクト、格闘技の聖地後楽園ホールよりお届けしていきます。実況は私野村達也です。本日解説には現ディープフライ級暫定王者藤田大和選手にお越しいただきました。藤田選手よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本来ですと今回統一戦の予定だったんですけれども、新竜選手コロナ感染のため5月に延期というところで解説で加勢させていただきました。よろしくお願いいたします。さあまずはオープニングファイトです。ディープバンタム級5分2ラウンドです。青いトランクスが赤コーナーの岩見亮、白いトランクス青コーナーの山本有人の一戦です。おい、早速キックを見せていくのが山本、蹴り返していく岩見です。おお、ナイス。変化を加えてタックルに行った、ナイスという声が上がりましたね。いいタイミングでしたね。はい、早速山本がここタックル仕掛けていってシングルレッグ、ここは倒したいですね。さあ崩していきます。うまく崩していって、しかし立ち上がろうというのは岩見です。岩見選手も対処がすごくいいです、はい、しっかりこう半身にして、はい、そうですね、壁を使ってしっかりここでコツコツ殴れたらいいですね。はい、山本の方はその足をかけてこう伸ばしていきたいような印象ですか。山本選手は頭を、その相手の、はい、首の方に、顎の方にプレッシャーをかけていきたいですよね、うん、はい、顎のあたりがいいというのそうですね、ありますね。相手の頭にもしっかりプレッシャーをかけていきたいですよね、はい、これはいいですね。足をロックしてますね。はい、両足しっかり束ねて左を差していくのは、はい、山本です。はい、山本有人ゼスト出場経験がありまして、ディープフューチャーキングトーナメントを経て去年の10月のディープ東京大会でデビューとなりました。この時は敗戦となりましたが、今回は本戦のオープニングファイト、気合が入っています。岩見選手はこれ足引きたいですね、はい、これを背中つけられないためには、うん、足をロック解除したいですね。まずはこの束ねられている足をもがいていきますが、さあエビで逃れようとするのは岩見、これはうまいですね、はい、あでもいいですね、いいですね、いい攻防です。おーナイス、立ち上がりました。さあ仕切り直して、岩見の武器はどういったところを見せていくのか。少林寺拳法ではインターハイ優勝の実績がある岩見です。まあ、騎馬マーシャルアーツというところでもありますから、そうですね、打撃というところ、はい、印象のあるジムですよね。ローキックを見せるのは岩見。おー、ナイス。右のハイキック、距離を詰めていく山本。山本選手すごい勢いですね、はい、しかし打ち返して押し返そうという岩見です。岩見選手もよく見てますね、はい、おーナイス、ナイス、うまく足をかけていった、いいタイミングですね。いいタイミングですね、蹴ってきたところを、はい、ナイスタイミングで再びここもタックルを仕掛けていったのは山本。このあたりしっかり足をかけていく、はい、自分の攻めの準備をしていきますね、はい、そうですね、いいですね、これしっかりまずは相手を抑えて、はい、上になっていく山本です。こうなると岩見どう逃れていけばいいですかね。そうですね、この上で組んでても生まれないんで、はい、しっかり脇を、脇に手を差して、うん、コツコツ、あ、ゆっくりこう起き上がりたいですよね。まずはこのように、はい、左手だったり、ここから、はい、背中をべったりつけた状態じゃなくて、はい、半身になって脇を刺しておきたいですよね、うん、この右脇をしっかり刺しておきたいですよね、はい、ちょっと左足を封じられてという状況ですね、はい、セコンドも同じこと言ってましたね、はい、これはちょっと動きたいですね、はい、右に動く、右に動く。さあ山本上になって優勢なポジション運んでいきます。
日本選手はもうパウンドをコツコツ打っていきたいですね、はい、うん、ナイス、狭いスペースですが肘を落としていく、いいですね、まあ、攻めているというアピールをしながらいい展開に持っていきたいですね、はい、そうですね、この足をパスしていきたいですよね、はい、これで左足もパスしていきたい、はい、そうはさせじと良い闇です、上からパンチを落としていく、金網の方に振れ、みたいなら山本は焦らずにパンチを落としながらこういう今のいい、そうですね、はい、ところをキープしていきたいですね、できればパスしながら、はい、コツコツ打ちたいですね、岩見ちょっと苦しいラウンドになってますね、これは動きたいです、さあ山本がパンチを落としていく、背中を向けたのは岩見、いいコントロールですね、はい、さあ第1ラウンド時間がほとんどありません、ね、止められそうですね、はい、ここで第1ラウンドの終了です。さあ1ラウンド両者の攻防をどのようにご覧になりましたか。そうですね、山本選手すごくアグレッシブで、はい、組の方も、うん、しっかり寝かせて2回テイクダウン取って、はい、タイミングもいいですし、しっかり背中をつけてパウンドもコツコツ打ってて、はい、いいと思います、はい、対する岩見、この後の第2ラウンド、はい、最終ラウンドになりますけれども、どういうところを期待したいですか、はい、そうですね、まあ、得意の打撃の部分ではしっかり見て、はい、蹴りやパンチ出してるんで、その正確性をしっかり高めて当てたいですよね、はい、そうですね、あとは寝かされないように、まあ、すぐ立ちたいですね。なるほど、はい、もう上になると結構山本の時間が長くなってしまいますよね、はい、岩見亮は去年の3月ディープフューチャーキングトーナメントは16人中準優勝、去年12月の東京大会で駒内龍太に判定勝利、この本戦オープニングファイトへの抜擢となりました。最終の第2ラウンドが始まりました。どちらが先手を取っていくか、両者の蹴りが交錯する、ナイス、そこから山本のパンチ、ナイスタックルに行く、これ切りたいですね、対処できるか岩見、ここからこうシングルでこう上手に足を挟んでいきますよね、はい、そうですね、頭の位置を下げたものにしたくないです、あ、なるほど、はい、もう少しこう この方がいいですね、あ、相手の顎のあたりですね、はいはい、この方がプレッシャーかけられて、はい、相手は嫌ですね、岩見ここ早めに逃れたいですよ ね、はい、ね、壁を使って、はい、この足抜きたいですね、このあたりはうまくケージを使いながら立っていきたい、はい、そうですね、そこで時間を使いたくないですね、はい、お、いいですね、立ち上がりました、ここで左脇を、あ、もう一回足をかけて崩そうというのは山本です、お、ナイス、うまく巻いていきましたね、ここをすぐ立ちたいですね、はい、宮見選手、この辺りは山本のこうしつこさというのか粘り強さが光ります ね、 いいですね、さあケージを蹴って宮見逃れたいところですがどうか、横から抑える格好です、山本有人、岩見選手はもうこう頭を今みたいに押して、はい、エビを押したりこう脇を刺したりして起き上がりたいですよね、ここちょっと力使ってでも流れていけるか、はい、セコンドからも1回で終わるなという声が、そうですね、はい、苦しい中ですけれども繰り返さなければいけないですね、はい、横から抑えております山本、山本は逆にこう、はい、大きく動かずに、はい、いい姿勢を保っていきたい、いいですね、パウンドも強いのがコツコツ打てていると思います、はい、どうでしょう岩見、この抱えるよりもというお話でしたね、はい、そうですね、抱えると、まあ、動きは生まれないんで、はい、山本背中を見せた、バックにしっかりついている山本です、そこからのバックチョークというところ、手を取れ、し
っかり。もう山本選手、はい、右に手が回ってますね。あ、外れました。さあ体勢を仕切り直していく。さあパンチを落とせる。痛いですね。はい。さあ岩見逃れるパワーはあるか。後ろからパンチ、山本がパンチを落とす。岩見苦しい展開ですね。そうですね、ここ最後動きたいですね。はい。さあレフェリーが動きを見ている。岩見の動きが少なくなってきましたね、はい、動けなくなってきてましたね、はい。さあそこからバックチョークを狙っていくが決まっているか。どうにか片方の手を持っている、防いでいる岩見です。これどういうふうに展開逃れていけばいいですかね。そうですね、この足をね解除したいですよね、はい。山本も焦らずにこう丁寧に展開を動かしてます ね、コントロールがすごく上手いですね、はい。さあ残り時間1分のコール、もう時間がありません。第2ラウンド最終のラウンドです。どうにか逃れたい岩見なんですが、山本がしっかりコントロールしながらバックから攻め切っています。オープニングファイトからいい戦いですね。 いいですね、はい。山本選手は最後決め切りたいですね、はい。さあ逃れようという岩見が暴れる、暴れるんですがしっかりと足もここは絡めております。山本有人、山本選手は手を取ってるんで、はい、ここで足を解除したいですね。まあなるほど。さあ後ろからパンチを落としておるのは山本です。試合終了のゴングとなりました。2ラウンドを戦い切りまして、この後判定です。さあ2ラウンド目どのようにご覧になってましたか。そうですね、1ラウンド同様に山本選手のコントロール、はい、そしてバックのキープと、はい、パウンド良かったですね。岩見の方はなかなかその一旦組まれてしまうと、はい、逃れるのに時間がかかってという、はい、そんな時間が多かったですね。1ラウンドではこう自分の打撃の間合いというのも見せましたが、はい、2ラウンドはより山本のプレッシャーが強いという展開でした ね。さあ両者中央に呼ばれて判定が発表されます。青山本、1人目山本です。ジャッジというのは20対17、青山本、2人目も山本、ジャッジが20対17、青山本、以上3対0を申し上げて勝者山本有人。判定3対0、山本有人が岩見亮を下しました。さあこの結果どのように評価しますか。そうですね、すごくタックルドも、タイミングも抜群でしたし、はい、うん、打撃の勢いも良かったですし、はい、そして壁金網際の倒し方もすごく良くて、でコントロールもすごく良かったんで、はい、今後すごい楽しみな選手ですね。いいこう地力を見せてくれたといいますか、はいはい、こう練習をしっかり積み重ねてきたものが現れたのかなというところですね、はい。さあ対応する岩見の方はここは敗れてとなってしまいました。山本有人、去年の10月の東京大会のプロデビュー戦敗れましたが、ここは嬉しい勝利を挙げました。以上オープニングファイトは山本有人が判定3対0で制しています。